本日は、アプリコットクーラーというカクテルを作りたいと思います。こちらは、ロングのカクテルになりますね。ロングのカクテルなので、ソーダで満たすのでコリンズグラスを使います。まあこう縦長の、まあソーダで満たすので炭酸が抜けないようにちょっとこう飲み口のところが狭い感じの縦長のグラスを使います。でこちらアプリコットクーラーなんですが、まあ、とても飲みやすくてお酒も、まあ、お酒というかアルコールも度数も低い感じですね。はい、とても飲みやすいですね。なので、まあ女性とか、まあ、男性でももちろんお酒がこうあまり強くないよっていう方でもソフトドリンク感覚で飲めるカクテルとなってます。はい、でシェイクするのでシェイカーを出します。あ、その前にあれですね、その前に、グラスを氷で冷やします。シェイキングするので、シェイキングするので丸氷を使います。でグラスに氷を入れて、ステイしてグラスを冷やします。で材料をシェイカーに入れていきます。でアプリコット、アンズの果肉のリキュールなんですけど、こちらを、40ミリ、入れます。で次にレモンジュースですね。でレモンジュースなんですが、こちら果汁 100% の、レモンジュースですね。はい、でこちらをこちらはあれですね、ザクロのシロップ、グレナデンシロップですね。でこちらを、5ミリですね、1ティースプーンですね、5ミリ、この少量というか入れます。で、グラスを冷やしておいたこの氷ですね、氷を使って、シェーカーに氷を入れると。で、水滴は捨てておいた方が水っぽくならなくていいですね。でシェイクします。
熟した氷を、また再利用ですね。割れてなければまあ再利用した方が、まあ、無駄にもならずいいんじゃないかと思います。でソーダで満たします。炭酸水ですね。炭酸水で満たすんですが、バースプーンの背を使って静かに、炭酸が抜けないようにですね。炭酸が抜けないように軽く混ぜるんですが、これでアプリコットクーラーの完成です。はい、まあ、本当に非常に飲みやすいので、はい、まあ本当に、まあ、女性で弱い方とか、まあ、お酒があまり強くない方ですね、男性でもそうですけど、男性でもあまりお酒強くないよっていう方でもソフトドリンク感覚で楽しめますの で、 でなおかつそのアンズの果肉ですか、まあ、レモンジュースも入ってますので、まあ、さっぱりというか、まあ、すっきりさっぱりというか、はい、で、あんずのこの、まあ、甘みというか、香りもそうですけど、出てて、すごい美味しいカクテルだと思います。はい、アプリコットクーラーでした。で、本日も、動画の最後に、アプリコットクーラーのカクテルレシピを載せますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。